こう場所はね、徳信の橋の前ですね。もう、ね、それだけで。三つきなこラテ。はい。はい、お願いします。はい、チェンで。はい。なしで大丈夫です。はい。はい。YouTube やってるんですけど、紹介しても大丈夫です。あ、待ってます。ゴレンガーリックシンプバッファローチキンバニラアイスとロイモチ、あ、こうまそうだな。レモネードとかも普通に売ってるんだな。すごいこれ、ちょっと飲むわらび餅って書いてあるんですけど、マジで飲むわらび餅すぎてびっくりしたっけ、笑っちゃったんですけど、すごい飲むわらび餅ということで、飲むとわらび餅入ってくるんですよ、これ口の中に。めちゃめちゃ甘くて美味しいですね。これ確かにちょっと流行るかもしれないな。タピオカと同じぐらいのその新しい食感というか、タピオカは新しくないか、新しい食感ですね。グリーンタイムさん650円ですので、そんなに高くもなくというわけでございまして、皆さんおすすめです。で、駐車場が1台ここ止められるんで、車でも行けるかなというところでございます。おしゃれだなこれ。というわけで、ノルムわらび餅ということで、皆さんぜひ会話体験していただきたいと思いますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。店内に席もございましたので、中でゆっくり飲むことも可能ですので、皆さんぜひお越しください。飲むわらび餅塩キャラメルラテ、辛ザク食感のキャラメルナッツととろもっちわらび餅、期間限定750円、なんかもございますね。これね、すごくてですね、飲むシャーベットとかじゃないんで溶けないんですよね。永遠にこう、まあ、わらび餅なんでめちゃめちゃ美味しいですね。甘くてもう本当におすすめです。びっくりした。